投手時代の黒田黒田雄介は、静岡県藤枝市出身の元プロ野球選手。岡部省3年から野球をはじめ、藤枝市立岡部中学校では、投手で4番。静岡高校では一塁手、県2番手投手として、第85回全国高等学校野球選手権、大会に出場し、3回戦の上層学院高校戦で4番手として、 リリーフ当番して、打者二人を無安打に抑えた。高校卒業後は、東都大学野球連盟所属の駒沢大学に進学。この際、同じ静岡県出身である、大田誠野球部監督の勧めがあった。しかし、リーグ戦で結果を出せず、大田監督の引退とともに退部し、2006年12月に大学も中退。その素質から、 このまま終わらせるのは、もったいないと静岡高校の畑田博氏監督が声をかけ、2007年2月から同校で練習を再開する。同年5月、同校野球部講演会会長である川村治が社長を務める地元企業シャンソン化粧品に契約社員として入社。同社には野球部がなく、昼過ぎまで関連企業の茶葉工場で働き、午後は、 高校で後輩に混じって練習していた。2007年、大学生、社会人ドラフトで、阪神タイガースから4巡目指名を受け入団。背番号は59。2008年、腰痛の治療に専念し、2軍のウエスタンリーグで1試合の登板に終わった。2009年、1軍公式戦出場はなく、ウエスタンリーグで3試合に登板して、 防御率15.43の成績だった。10月6日より宮崎県で開幕したフェニックスリーグに参加し、5試合に登板した。2010年、一軍公式戦出場がなく、ウエスタンリーグも2試合の登板にとどまった。10月6日に野手転校を球団から打診されていることが報道された。その後、野手転校を受け入れ、外野手に転校した。 2011年、この年より、育成選手登録になりせ番号が121へ変更され、外野手登録となった。野手転校1年目となった同年シーズンは、ウエスタンリーグで46試合に出場し、打率163であった。同年11月7日、育成選手の規約に基づいて、自由契約選手工事がなされたが、 11月25日、球団と再契約した。2012年、ウエスタンリーグで35試合の出場で打率、186であった。同年10月31日、規約に基づき、自由契約公示された。11月13日に、引き続き、阪神と育成選手として契約することで合意した、ことが発表された。2013年は、 ウエスタンリーグで25試合に出場したが、打席に立つことは少なく大層、守備固めでの出場が多かった。打撃は打率。4 0一1本塁打に打点、守備では外野を10試合で守り無失策であった。10月1日に、球団から戦力外通告を受けた。10月31日に自由契約公示された。対談後は、天ヶ崎信用金庫に勤めながら、 同金庫の軟式野球チームで投手としてプレーした。3K スポーツ2008年1月3日半、阪神、黒田投手、ヤシ天光へ。3K スポーツ、httpww.sanspo.com、ベースボール、ニュース、10万1六6 BSB1 兆100億6050万2004、N1、HTM2010 年10月30日閲覧。 2012年度自由契約選手。日本野球機構オフィシャルサイト。2012年11月1日閲覧。育成選手契約について。阪神タイガー,アース公式サイト。2012年11月30日閲覧。来期の選手契約について。阪神タイガー,アース公式サイト。阪神タイガー,ース。2013年10月3日閲覧。 2013年度自由契約選手2本野球機構オフィシャルサイト2013年11月1日閲覧このままでは終われない戦力外通告を受けた証子たちの再出発新岡本育子の証子日記2013年12月28日閲覧新潟遠征のこぼれ話横山さん安藤義岡さんそして原口家の皆さん新 岡本育子の証拠日記。2014年12月26日閲覧。ありがとうございます。